入り口、川端通商店街は、福岡県福岡市博多区上川丹町にある商店街。博多川沿いに、北西から南東におよそ400メートルの長さがあり、約100軒の店舗が並ぶ。商店街の上部はアーケードで被覆されている。周囲は、オフィスビルが立ち並ぶ福岡市の繁華街であり、天神と五福町の中間に位置し、また博多川を挟んだ西側は中洲である。 北側に博多リバレイン、南側にやや離れて、キャナルシティ博多と、近隣には、観光客に、人気の大型複合商業施設もある。そのため商店街の人通りは多く、特に休日は、人手で賑わう。1日の平均通行客数は平日で1万2千人、休載日で2万5千人。観光客向けの商品を取り扱っている店舗もある。北西端は、明治通りで、 福岡市地下鉄中須川端駅がある。この北側入り口の福銀博多ビル棒には川上乙次郎の銅像がある。南東端は国体道路にほぼ接しており、櫛田神社サインやキャナルシティ博多に直結する歩道橋のエスカレーターがある。明治通りと並行する道路が日本商店街を横切る。霊勢公園北側から明治橋で中須に至る北側の道と、 冷静公園南側から博多橋で中洲に至る南側の道である。このうち北側の道が、かつて博多の自治組織の単位であった流のうちの土井流と大黒流の境界におおむね相当する。川端通商店街という故障は通称の一つであり、商店街内でも川端商店街、上川端通、博多川端などと統一されていない。商店街の組合も、 商店街を横切る北側の道を隔てて、上川丹商店街振興組合と川端中央商店街振興組合とに分かれており、博多祇園山笠では、それぞれ別個に飾り山を建てている。このうち上川丹商店街の飾り山が走る飾り山である。かつては、明治通りを越えた北側の下川端町には、下川丹商店街、 ことぶき通商店街があったが、下川端地区再開発事業により、博多リバレインとして生まれ変わった。住居表示により町名は消えたが、博多祇園山笠の当番町として名称が残っている。博多弁番付の垂れ幕がかかった、川端通商店街。ありがとうございます。